知財は俺に物心がつかぬ時から武術を教え込んだ。武術以外のことに心を揺り動かせるな、白羽のように冷たい心を持て。金巻知財は俺にそう言った。沖から飛んでくるツバメを切ることができればお前の武芸は完成する。そう言われてよく東尋坊の岩に立った。